次行きます。次行きます。One minute.ラスト1分
構わざと、ここを固めたいっていうのは、こっちの下の敵車がここから、ショートを狙いに行こうとしてたんですけど、なかなか、引っかかってくれなくて。1分。ここに当てる感じに打つと右こずれて通ります。
飛んでくるので、その意識をやると、たぶん普通的に、こう、まっすぐ、結果として、その外側から、打とうと思ってても、まっすぐ飛んでいくんですよ。ボディもそうです。そうです。ボディも、肘、右肘に当てるぐらいで、そうです。こっちの、この辺狙うぐらいでいったら、そうです。そうです。ゼレさんも自分のイメージした通りじゃなくて、誰も一個分ずれる前提で打つわけ。最後の絞りというか、この辺ちょっと考慮したら多分、それぐらいが一番いいんだ。なんで、顔面に当てるときに、相手のこっち側、右側を打ち抜く。作るとも、真ん中当たりに今日少しくなく。意外とプロの選手でも分かりました。だから、サウスポーの結果を弱いと聞くんですよ。何も考えてない。そうです。あんまり関係ですかね。まあ思わない。関係が両方あるっていう。同じ。まあ絶対数が少ないから。
イングの中そうなんですよ。めっちゃ音が通して1 minute left. そこに入ってる。これから入れるんで。この後、僕らもう一個やっていいですか？あ、どうぞ。もちろんです。Công việc. Cảm ơn
でレイヤーまで。あ、でね、ちょっとこの、はい、取ってやるよ。やってるところ。これも貴重だから。お水飲む。